朝見えなかったからですよ。それはよかった。雨の日つらい、雨の日もつらいけど、なんか携帯の見過ぎもやっぱりあるらしくて、そう、でもなんか携帯はでも私も気をつけてはいるんですけど、結構でも結局メール送ったりとか、まあ、ツイッターとかインスタも更新したりするから、結局なんか見ちゃうよね。でも仕方ないって言葉でちょっと片付けれないので、なるべく 見ないようにはするつもりだけど、でも見ちゃうわよねっていう話。そう、なんか目薬みたいなのももらったけど、そう、やっぱなんか目疲れてると頭が痛いらしい。ブルーライトカットの眼鏡を使うしか、やっぱやる感じやった方がいいかな。ブルーライトカットやろっかな、いつも。確かに、なんかさ、仕事柄さ、パソコン使う人とかすっごい大変じゃないですか。今日誕生日なのでおめでとうございます。ああ、そうなの、おめでとうございます。いくつになるんでしょうか。まあ私よりは年上だと思うけど、おめでとうございます。いい一年にしてください。おめでとう。今日はたくさん好きなもの食べてください。もう8時だけど もう9時になっちゃうけど、おめでとう。こんばんは。やっぱこの時間の配信はいいですね。8時ちょっと遅いけど、たまにはいいですね。なんかないのかな、携帯もさ、なんか見てもそんなに大丈夫みたいなやつ。あ、20歳だって、おめでた。20歳だってさ。へえ、20歳。じゃあ私と2つ違うのか。ブルーライトカットメガネ的な持ってんですよね。つけようかな やっぱり、やっぱつけようかな、ブルーライトカット。でもさ、配信でつけるとすごい反射するんだよね。それが弱点よ、メガネの。そう、別に配信でメガネつけてもいいんだけど、めちゃめちゃ反射するのよ。いや、つけてもいいですけどね。持ってはいるよ、ブルーライトカットメガネ。一回買ったんです。伊達メガネを一回買って、それでも、そう、配信、そう、結局配信するとき携帯見つめちゃってるから、なんか意味ない気がしてきて。初お話が言っていいですか。ぜひ待ってます。今日は決めたくて、服を決めたくて、10月、違う、嘘ついた、9月12日は、11日は不参加なんですけど、私12日は可愛い服を着る予定。これはもう決めた。可愛いワンピース、ワンピース着ます。ゆずぼの配信見るたびに髪サラサラすぎると思う。本当？うれぴ。制服？制服見たい？制服見たいんだったら買う。新しく。だってもう飽きたもん、前着たやつ。私メイド服着たいの。珍しいでしょ、私がメイド服着たい。なんていうの？31日メイド服にしようかな。珍しいでし
いやでも制服は、制服待ってください、私まだ現役だからコスプレにしないでください。まだコスプレじゃないのよ。そう、まだコスプレじゃないから。31日、ハッピーハピーモーニングのメイドがいい。ハッピーハピーモーニングね、あのアイアイさんの前でハッピーハピーモーニングを歌うとイライラするよっていう豆知識を教えてあげるどうでもよそう、ハッピーハピーモーニングを歌うとね、アイアイさんにその歌やめてくださいって言われるからイライラするんだってでこれでこの間ワリンと歌ったんですよ、ハッピーハピーモーニング。したらね、やめてって怒られたダメらしい、アイアイさんの前でハッピーハピーモーニング歌ったら。そう、メイドさんになったんですよね。かおりさんでしたっけ、かおりさんの卒業コンサートの時に。まあ私中学3年生だったな、その時。あっという間で。31日メイドにするしようと。31日はメイド書いてきます、メイドさん。制服着るんだったらどこがいいかな、どこがいいかな。でもうん、制服ってどういう制服、セーラー服、セーラー服って何、セーラー服。なんか生誕 T シャツ着たいんですけど、なんかもうあれにしようかなって私考えついたんです。生誕 T シャツはもうどの年の着ても OK みたいな、わかります、私が言いたい。なんか私今までね、何枚だ、4枚生誕 T シャツあるんですけど、もうどれ着てもいいっていうルールにしたい。そう、歴代のやつ。そう、そういうこと。いつのでもいいよ。私のやつね。私のやつね。私の生誕 T ね。今日の服入りつけてる。そう。入りつけてる。そうなんよね。気をつけ入り。生誕 T はいつにしよっかな、10日、9日か10日のどっちか。持ってない人、あ、生誕 T 持ってなかったら私のサイリウムカラーの赤と黄色の服を着てくる。あ、どっちでもいい、赤と黄色入れてもいいし、黄色でもいいし、赤でもいいよ。あ、油揚げありがとうございます。ありがとう。いや、もうチアのコスプレはね、多分着れないっすね、スカートの丈が多分アウト、アウトです。なんか個人的にだけど、チアのコスプレは絶対髪長い子がやった方がいい、可愛いから。その方がそう、ガチで多分私が今持ってるやつやったらアウトよ、アウトだよ。やばい、さすがにやばいことになっちゃう。生誕 T いつがいいですか、皆さん。いつがいい、10日はちなみに私の誕生日の前日。10日がいい。前日の方。
10日、そう10日はねラスト17歳の日なの。そう17歳最後の日なの。じゃあ10日にしよう、10日にします。10生誕 T シャツちゃんとメモっとかないと忘れちゃう。あー名古屋と関東1回ずつ確かに。じゃあそうしましょう。じゃあ 16?16 か17だったら16の方がいいかな。どうしましょう、どっちがいいかな。 17?16? だから16と17までに生誕祭が終わってればさ、そのどっちかでなんか花冠とかそういうのつけれそうだけど、終わってなさそう。終わってるかな。16にしよう。16にします。16も生誕 T シャツね。 OK、 いいよ、いい感じよ。で11月の27か28で制服着たいね。最後の日にちで、あまず後であれします。 Twitter かどっかでこの着るよってツイートする。生誕祭遅れてきてるよね。でもねチームエースそんないないんだよね。もう私だよね次多分誕生日迎える人。違ったっけ。ハロウィンするの。ハロウィンはメイドさんだよ。制服どっちがいい。27か28。あモモがいるわ。ごめんモモ忘れてた。モモ9月5日とかだったっけ。そうだよね5日よね。謝罪する、ごめんなさい。そうだモモがいるんじゃん。そうだ、なんかめちゃめちゃ前はさ10月11月誕生日の人多かったイメージなのに、もう10月3人とかしかいないの悲しい。なんか昔ってもっと11月いませんでした。なんかいつの間にかめっちゃ少なくなってて、なんか時の流れを感じている。こんばんは。27か28どっちか制服にしよう。27でもなんか冬、27もう11月って冬じゃないですか。だから冬服よねきっと。制服はてなって書いてある。メイドも絶対似合うし、キョンシー似合うし、キョンシー？キョンシー懐かしすぎん？え、めっちゃ怖かった私キョンシー。え、キョンシー超懐かしいんだけど。え、こういうやつでしょ？めっちゃ覚えてんだけど。なんかのテレビにキョンシー出てて、めっちゃ怖かったイメージ。キョンシー、え、めっちゃ懐かしい。すごい記憶蘇ってる今。キョンシー。浴衣ね、なんか私着れないんよね浴衣。いやキョンシー、キョンシーじゃないキョンシーじゃない、キョンシーって言葉見たからキョンシーって言っちゃった。浴衣ねやりたいんだけど9月11日にワンチャンって思ったけど、その日ないんだよね。だからちょっと見送り。本当は別に着たかったんですけど。ドラケンとかしないの。ドラケン、いやードラケンのあの髪型は無理っしょ。無理っしょ、さすがにちょっと無理がありすぎますよ。30、31でコスプレしちゃう。30、え、何キョンシーってそんな人気なの。初めて知ったんだけど。え、キョンシーちょっと調べていいですか。キョンシーコスプレって調べれてくるかな。え、そんな人気なんだ。キョンシー怖いって出てきたけど。確かに怖いよね。あー可愛い、確かにこれは可愛いわ。キョンシー、あーいいですね。
なんか黒タイツ履いてんだけど、男の人好きそう、こういうの。なんか黒タイツ履いてる女の子出てきたよ。なんかさ、ちょっとさ、薄い黒タイツって男の人好きだよね。私知ってるよ。キョンシーちょっと候補だな、これは。なんか着たことないもん、キョンシーって可愛いわ。これはいいわ。ちょっとキョンシー候補だな。キョンシー、知ってます？キョンシーってさ、結構有名じゃない？あ、絶対領域派もいるのね。絶対領域か黒タイツか生足か、その3択でしょ。30、31コスプレしたらくどいって思わない？思いますか？またコスプレしやがってって思わん？思わないんだったら私してもいいよ、30日。網タイツ。網タイツ。くどくないです、だって。じゃあ30日キョンシーにしよう。いや、こんだけ私決めてるけど、まだ買ってもらうとか何も予定してないですからね。まあ買ってもらうけど。無理やりにでも買ってもらいますけど。9日はじゃあ私服にしよう。私服。え、いいんじゃない？決まってきたよ。で、17。またパパにおねだり。そう、おねだりするか。おねだりタイム入るから。いや、この間はなんか制服買った時にすごいギリギリになっちゃったんですよ。そう、だから、パジャマ？ありだな、パジャマ。パジャマだったら冬がいい、27とか。もうそれ着て帰ろっかな。もう。それ着て帰っちゃったりとかして。私服はね、ちなみにあれです。可愛いやつは、届かん。手が届きませんでした。無理でした。教師の日行く？わかりました、任せてください。何が？パジャマ？じゃあ27の愛知パジャマにしよう。今回めっちゃ私服着る日少な。いや、すごいいいと思う、私的に。いいと思う。あ、そう、17ね、10月17ね。どうしようかな。教師やる気だ。いや、もうこういうことになったら、なんかもう説得するしかない、お父さんに。キョンシーファンの人が見たいんだってっていう圧をかけないと。訴えます。27パジャマで、28は制服、はてなはてなにしよう。17ね、あと17だけですよ、決めてないの。10月の、どうしようか。17は私服でいいか。ガーリーな可愛い服を着よう。あのね、ちょっとね、見えないんだよな。口から言った方がいいかな。あの、私がさ、生誕じゃない、そう、手形会とオンラインサイン会で着てた、あのチェックのワンピース、わかりますか？見せた方が早そうだな。そう、セットアップ本当は着たかったんですけど、なんか季節が季節すぎて全然ね、着れなさそうだった。ちょっと持ってくる。うえい。これがセットアップ、スカートのやつで、これは9月12日に着るやつ。
こんな感じ。アクロベルとしてこういうやつです。これは9月12日に来ます。そう、これはちょっと今回あの出番なしじゃあ本当は来たかったんですよ。本当は来たかったのけど、ちょっと夏すぎる、見た目がもうアウト。そう、でもね、お気に入りなんだよね、これ。すごい好きなの。今年何回来たってぐらい来たよ、これ。そう、可愛いやろ。でもセットアップ、そう、これはちょっと残念ながら選抜落ち。もういつか来ます。膝が。そう、ちょっとねダメでした。そう、でもお気に入りなの。セットアップって可愛いよね。すごい好き、セットアップ。そう、さっきのワンピースは9月12日に行きます。もう配信が終わったらお父さんにおねだりしよう。制服とキョンシーとメイドさんを買ってってアマゾンでお願いします。いや、でもキョンシー絶対、キョンシー確かにマリンがやってたやつめっちゃ可愛かったから、いや、いいよね、あれ。まあ、もし来れない方もね、インスタにあげるので、インスタとかツイッターにあげるので待っててくださいオタクからもお願いします。分かった。じゃあファンの人がなんか見たいって言ってたから買ってってお願いしますね。いや、なんでって言われたら、いつも私の名前間違えるから、それのお詫びっていうことでそう、それを言えば、ああって言いそう、私のお父さん。そう、いつも間違えてくるんよ。なんなら今日も間違えられた。すぐにだったら私の名前を覚えてくれるんでしょうかふふふ。毎回間違えてくるんですよ、ひどくない？え、じゃあ17は私服にしますね。10月17は私服にして、28、27がパジャマにして、11月の28が制服にします。もう確定にさせてあげよう。もうこれは、これは決定にしよう。 OK。 あとで Twitter とインスタにその告知します。制服ってどういうのがいいんだろうね。制服っていろんな種類あるじゃないですか、制服って言っても。制服って、セーラー服しか、セーラー服、私が前回着たやつは何の部類に入るんだろう。セーラー服、コスプレ、あ、長袖って調べればよかった。うわあ、長袖、着たい制服はないの。なんか個人的にだけど、あの、なんて言ったらいいんだろう、なニットみたいなやつ可愛くないですか、冬だし。ブレザーで、ブレザー、
確かにブレザー可愛いわ。いいね。ただやっぱ私が着るとさ、まだ現役なのにもうコスプレに見えちゃいそうで。めっちゃ手羽先のさ時の制服みたいなのやつ見つけた。冬だと重ね着できるからブレザー良さそう。確かに。なんかカーディガン着てる女の子可愛くない？そういう JK 大好きなんだけど、私の大好物で。いいな、ローファー欲しいな。なんか制服着るのローファー欲しい。ブレザーね、ちょっと考え、ブレザーコスプレ。あー、かわいい。めっちゃいいじゃん。かわよい。いいですね、とって。いいなぁ。これかわいいなぁ。なんかやっぱチェックのスカートってなんでこんなかわいいんだろうね。いいね。いや素敵。いや制服って可愛いわ。TL 盛り上がってない。なんかさ、私 TL って言葉知らないんだけど、 TL って何？Twitter 用語ですか？ TL ってなんだろう。あ、タイムライン？タイムラインってこと？あー、なるほどね。タイムライン。なんか私 JK のさ、あのあれが好き。あれ、あのちょいひ膝上ぐらいのスカートの丈の長さが好き。あの短すぎないやつ。なんかやっぱ膝上すぎるとさ、あれじゃん、なんか膝より上だけど本当膝ちょい上ぐらいか可愛くない？女の子の制服って個人的にめっちゃ思うんですよ。あれが可愛い。わかります。膝上すぎないやつじゃない、上すぎるとさちょっとあれだけど、膝ここに膝があったらこれぐらいの長さがいいスカート。あ、そうそうそう、膝ちらぐらい、そう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 、それぐらい。あれが一番可愛い、個人的に思うんですけど、あれが一番いい。そう、膝見えるか見えないかの瀬戸際ラインよ、あれ最高。私何喋ってんだろう。そう、それで靴下はそう、足首かまくるぶしちょい上ぐらい。もうあれ優勝、大優勝です。まあ、もちろんニーハイも可愛いけど、いいよね。いいよね。どうしよう、制服っていろいろあるもんな。ブレザーって名前はすぐ忘れちゃうから、ブレザーって書いておきます。
書いといた。こんばんは。あ、初見の方だ。ありがとうございます。SK48 チーム S の石黒月です。ありがとうございます。でも私個人的にすごい秋服が好きなんですよね。秋服って可愛くない？なんかちょっとレアじゃないですか、秋服って。あんまり秋の季節の長さはそんなないから。秋服すごい好き。ベレー帽ね、ベレー帽かぶりたい。うわ、10月9日つくベレー帽にしようかな。いやベレー帽って正義じゃない。あーでもワンチャン10月17だな。なんか個人的にだけど絶対ベレー帽は髪の毛短い方が似合うと思ってる。絶対可愛くないベレー帽。なんか普通にあれじゃん、こういう服にさベレー帽かぶったら可愛いよね。いやなんか女の子のなんか髪の毛長い子がベレー帽かぶるのはもちろんいいんですけど、やっぱちょっとなんかこういう丸い髪型をの子がベレー帽かぶるのはちょっと良い。個人的にすごい好き。ベレー帽いっぱい持ってる。もっとかぶれよってぐらい持ってるよ。あーメガネね、メガネいいじゃん。メガネか、メガネでも反射しない？大丈夫？メガネ反射しないかな。別にメガネつけてもいいけど、メガネ反射しない？メガネあるよ。ちょっとメガネ持ってくる。ちょっと待ってください、急いで持ってくるね。帰ってきた。そうメガネあるんよね。これが普通のメガネだって。メガネ合格キスじゃん。ほら見て、めっちゃ光るんだよね。待って、ちょっとライト消すわ。マジで目からビーム出してる人みたいなのか。どうすか合格キス覚えるのめっちゃ苦労した。合格キスちょうど1年前。マジであの合格キスのあのメガネつけるの、違う外す時か、マジ全然できなくて焦った本番。これが1個目ね。で2つ目はこれは一応ブルーライトカットメガネ。これはマジ誰レベルじゃない？全然顔違う気がする。ちょっと青いでしょ。逆にメガネしてると頭痛く。でもう一個がサングラス。あ全部どう入ってないです。メインでサングラス使う出番なし。かわいいでしょ。サングラスいい。これ場違い感半端じゃないじゃん。こんなしてたら、いや誰か分かんなくないですか。サンはないけどサングラスっていうことで。そうサンはないからね、けど一応
ちょっと私つけるんだったらこれがいいな。これがいい、これがいい、これが一番好き個人的に。一番ナチュラルじゃない。これがいいな、つけるんだったら。いつかの。おい、え、メガネにベレー帽ってさ、めっちゃ美術部じゃない？ちょっとベレー帽出そうか。そう、こんな大きいね。これ全部帽子。あ、そう、キャスケットとかもあるのよ。これはかぶった前回の時。これ全部帽子。キャップもあります。これ一回もかぶってないな。そういうのいっぱいあるんですよね、私。一回もかぶってない帽子とか。ミルクフェード。あとは、あ、ありました、ベレー帽グレー。これ、えんちゃん。あら、いいじゃん、ベレー帽。え、良きじゃない。ちょっとこれにさ、なんか合唱会みたいになってんだけど合唱会ですか、ここは。あ、美術部の完成。今日の服的にも美術部じゃない。よい、もうコーデ完成したよ、ワンコーデ。完成したよ。一個できちゃったの、服装が。え、ベレー帽でもあるんですよ、もうちょっと。あ、ピンクの帽子もある。これもミルクフェードだ。なんかでも帽子はね、なんかファンの方からいただくことが多いんです。でもなんか帽子って全然さ、なんか私服とかの時後ついちゃうからかぶんないんだよね。いや、本当に帽子でもめっちゃ好きだよ。私がお気に入りの帽子がない。どっか行っちゃった。なんか勧誘されそうだって、ひどーい。何の勧誘、宗教の勧誘みたいな。そんなことしないよ。すごいお気に入りのやつがないよ。私が一番お気に入りのベレー帽がねあるんだけど、まあ、どっか行った。紛失しました。これもある、レザーっぽいやつ。これマジで秋じゃない？これ良くないですか？めっちゃめっちゃ秋じゃん。秋、やっぱレザーって秋だなって思う。これもありじゃない？ちょっとこれも目が見せてみよう。赤は え、いいじゃん。こっちにしよっかな。なんかこれだと冬っぽいんですよね。いいんじゃない？レザーだとなんかやっぱ秋っぽくていいよ。10月17これにしよっかな。ベレー帽に伊達メガネ。いいんじゃない？いいんじゃない？なんか私お気に入りのレザーの短パンがあったんですけど、なんかチャック壊れちゃって履けなくなっちゃったんですよね。めっちゃショックなの、それが。ちょっと10月17これにしよっかな。10月17は今のにしよう。ベレー帽
だって目がね。10月17日越します。いやもうなんか秋っぽいから。あ、一個前忘れてた。そう、レザーの短パンお気に入りのやつがね壊れた。メガネお揃いできて嬉しい。確かにメガネかけてる人多いもんな。お揃いになりそう。めっちゃ眠たそう。めっちゃ眠そう。眠くないけど。オッケー決めた。後からまたツイートします。メガネ。よかった。本当はね、そう今日本当に決めたくて、そう悩んでたの。よかった、これでいい感じです。全部決めたね。9月12も決めた、9も決めた、10も決めた、30も決めた、31も決めて、10月16、17、27、28、 OK 決めました。珍しく早く決まった。珍しくなんて言わないでくださいよ。珍しいけど。確かに珍しいけど、早く言わ、そんなこと言わないでください。キョンシー、何気キョンシーが一番楽しみな自分がいる。ちょっとマリーにキョンシーどこで買ったか教えてもらおうと。家族でメガネかけてる人いますか？家族でメガネかける人はママとパパしかいません。ママとパパしかいない。いや、レザーの長いスカートとかにあのレザーのベレー帽を合わせて丸メガネとかも最強じゃない？どんどん思い浮かんできた今。かわいい。いいね。やっぱ秋はレザー着てなんぼって感じがする、私的に。レザーってかわいくないですか？もう最強じゃない？レザーっていう素材大好き。でもカチューシャとかも秋っぽい気がする。なんか夏もだけど秋っぽい。カチューシャって秋っぽくないですか？いいよね。もう37分や。早っ。ロングブーツとかは、私ロングブーツ持ってないんだよね。欲しいの。ロングブーツ。ロングブーツってどこに売ってんの？普通に靴屋さんに売ってるのかな。ロングブーツ持ってないんだよ。
でもカチューシャの弱点はめっちゃこめかみが痛くなる。あ、韓国通販とかでもそうなんだ。ちょっとママに言ってみるね。ロングブーツだ、ロングブーツ履くんだったらあれよね、レザーの短パンとか履いちゃって。カチューシャでこめかみ痛くなるんだ。痛くなる、すごい、めっちゃ痛い。あのテーマパークとか行った時にカチューシャつけるじゃないですか。まあ、男の方は分かんないけど、あれに似てる。あの感覚にすごい似てます。なんかずっとここを押されてる気分になる。めっちゃ痛い。そう、ディズニーとかさ USJ とか行くとさカチューシャつけると思うんですけど、あれめっちゃ痛い。やばい。そう、遊園地のあれも何気めちゃめちゃ痛いです。だから出るとすぐ外す。私なんならいる時にでも外しちゃうけど、めっちゃ痛い。なんか締め付けられてる、なんか押されてる気分になる。カチューシャもいっぱいあるよ。テーマパークのカチューシャとか大量にあるけど、もうなんか行く機会とかもないからもう置きっぱよね、ずっと。ディズニーのとかのカチューシャ可愛いよね。受験の方だ、ありがとうございます。 SK48 チーム S のひぐれずきです。ありがとうございます。ありがとう。幕張メッセ来るけど行けないもんね。いや本当に幕張メッセ行くときはもう見て終わりです。いつも見て帰る。本当そんな感じ、見て帰ります。そう、すれ違うだけ。そう、ミニーちゃんも持ってるし、なんかキラキラのやつもあるし、ジェラトーニもある。あとね、ユニバだとあのクマのカチューシャのキラキラのやつ。髪の毛染めたりパンはかけたりしたいと思いますか？今はないです、気持ちは。今別に染めていいよって言われてもうーんって感じ。なんか最近黒髪の方が可愛くないって思ってきてる自分がいて、私なんかさ、あの一生この黒髪は戻ってこないわけじゃないですか。染めたら、いや染めたら染めたで可愛いと思うんですけど、そのこの黒髪はもう戻ってこないんだって考えたらちょっと悲しくないっていう気持ち。いやそれはいつか染めるかもしれないよ。 だけどそんな染めろって言われたら別に染めるけど、自分からは染めないかも、わかんない。まだわかんない、いつかもうめっちゃなんか青とかにするかもしれない。金髪とかにしてるか。そう、私でもねめっちゃほんとあれなんだよね、真っ黒なんよ地毛が。こんなもう急に青髪とかにしてるかもしれんし、緑とかにしてるかも分かんない。こっち赤にこっち黄色とかにしちゃったりとかして、そういうことしだすかもしれないけど、いやまあきっとしないだろうな。あ、そう、でもインナーカラー、そうインナーカラーはいいなと思ってるんですよね。
インナーカラーめっちゃ可愛くない？そう、インナーカラーすごい可愛いよね。そう、ママも何回かやってて、インナーカラーめっちゃ可愛いよね。あれ素敵っていつも思ってる。素敵です。いや、あれは可愛いよ、インナーカラー。インナーカラーだからあえてすごい明るい色とかでも可愛い。まあでも私はまだ染めれないんで、この黒髪を保っていきたいと思います。大事にします、この髪の毛を。バージンヘアだからまだ。つやつや。そう、さっきね、全然関係ない話になるけど、カノさんに連絡した。全然関係ないけど、カノさんに連絡しました。後で返信する。また聞くけど、アイライン引いてますか？引いてません。メイクしてません、今日。する予定もありません。そう、いつもね、その安藤の皆さんの曲を聞きながら筋トレ頑張ってるんです。昨日もそれやった。かのさん、もう会ってないよ、ずっと。悲しい。新曲聞いた？聞きますよ。いや、つか私生で聞いてるから。初披露の日いたんで、劇場に。そう、見学してたから。いやー、すごいいいよね、対照的で2曲が。いいよね。でもなんか今回の曲の方がなんかあれらしいですよ。そのスタッフさんが言ってたんですけど、1曲目の東京はなんか若者受けみたいならしくて、今回の曲は結構そのファンの方とか、結構そのなんかなんて言うんだろう、年上っぽい方になんかヒットするって言ってた、スタッフさんが。そう、安藤のその東京って曲はそんななんか若者の方がなんかいいって言って言ってましたらしいよ。46分や。ちょっと一回もワイン送っていいですか？ちょっと10時までやる、こんな46分まで来ちゃったから。ちょっと今から、いや、メール送るよ今から。でもさっきのそのショールームするねってメール一瞬で届いてた。さっき確認したけど7分ぐらいで届いてました。ちょっと今自撮りしちゃおうと。今自撮りする。そう、めっちゃね、なんか早かった来るの。
りした。と今日は文字打つのが大変なので、ブログ、ツイッターとインスタとブログにさっき決めた服装を載せたいと思います。なのでぜひ見ててください。見といてね、ブログたくさん拡散しておいてください。よろぴく。あとはどうママとパパに説明するかだな。ちゃんと買ってくれるんでしょうか。いや、絶対に買ってもらう。私は負けない。こんばんは。キョンシーをどう説明するの。キョンシーは流行ってるらしいよっていう。キョンシーのコスプレ流行ってるらしいって言ったら、なんか、あ、そうなんだ、じゃあ買うってなりそうじゃない。今の流行りかもしらんけど、でもなんかキョンシー流行ってるらしいよって言ったら、おうってなりそうじゃない。買ってもらうのは3種類。そうですね、3種類ですね。キョンシーとメイドさんと制服ブレザー、あと欲を言えばロングブーツとレザーのズボン短パンみたいなやつ。俺がパパなら即買う。いやー、優しいな、最強ですね。キョンシーって何なんですかね。キョンシーってなんだっけ、あれなの、触られたら何キョンシーになっちゃうみたいな。違うか、まあ、キョンシーっていうその人物自体は知ってるけどさ、キョンシーがどういう人なのかあんまり把握してない。中国のゾンビみたいなもんじゃない。あ、そういう風なんだ。なるほどね。あ、噛まれたら、すごい階段の音がする。今メールを送りました。いつ後で終わる、あと一通送ろうかな。終わったら終わる直前にもう一通送ります。いや、なんか言われたら大丈夫、ハロウィンだからっていうその決め台詞を言えば、ハロウィンだからやるんだよって言えばいいんです。そう、決めゼリフはハロウィンだからっていう、それを言えばもう一発よ。
やっぱ1年に1回しかない行事なんだから、ハロウィンを楽しまないと。それは間違いないでしょ。いやてかワンちゃん衣装借りれたりとかするんですよね、実は。そう、衣装レンタルできるんですけど、なんか自分が着たことあるやつっていうルールらしいけど。いやなんか昔ありましたよね、衣装着てなんか善悪みたいな。え、ありませんでしたっけ。私が入ってすぐの時あった記憶ある。すごい、アスケの方ありがとうございます。 SK ホテルチームのしぐれ好きです、ありがとうございます、ありがとう。え、ありましたよね、私その時さ初めてさ初めてアーシャで着た衣装でした、研究生だったから。めっちゃ覚えてる。そう、でもなんか衣装だったけどなんか私服ってめっちゃ言われたなんか人生の無駄遣いの衣装と凍える前の衣装で握手会したことがあるんですけど、どっちも私服って10人ぐらいに言われましたそのために衣装ですって言ってたけど、めっちゃ覚えてるコウエルマリンの衣装かわいい。コウエルマリンの衣装かわいいですよね、すごいわかる。あの清楚っぽいワンピースみたいな、いいよね。ダチョウで遠くかい、やばいめっちゃ目立ちそう、途中で手つりそう、ダチョウとか。だって私3分ぐらいっていうか、まあ10分ぐらい着てたけど、ダチョウの衣装手つりそうでした、ずっとここにいるから。ダチョウがめっちゃつりそうだった、つるっていうかなんかしびれる感覚、しびれる前みたいなしてたよ。でもな、あれ一人で着ろって言われても一人で着れんな、ダチョウ。こんばんは、こんばんは。明日は何時にしようかな、明日、何時がいいかな。朝か夜で迷ってるけど、どうしよう。明日はね、練習するんです、公演の。どうしよう、もう6000人、ありがとうございます。もう1時間経ちましたね、始めてから。あっという間。明日どうしようかな、何時にしよう、何時にしよう。そうそうなんだよね、朝にしよっかな、明日朝からやる。朝の7時15
頑張って起きます。7時15分、今日だったらまだ起きてなかったけど。ちょっと待ってくださいね。もう豆送る、これ切れる時期に送れなくなっちゃうから、今からそれで送ります。7時15分からにします。私ほんと文字打つの遅いんですよね。そう、めっちゃ文字打つの遅いの。これめちゃめちゃ悩み。文字打つのが遅い。やばいやばいやばい、あと1分だ。やばい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 。今メール送りました。やばい、危ない、間に合った。とりあえずメールは、でもちょっとすごい短い文章になっちゃったけど申し訳ない。今日は2回配信したんですけど、見に来てくれてありがとうございました。ではまた明日、明日は7時、朝の7時15分からやります。見てください。ありがとうございました。バイバイ。今からツイッターとかインスタのストーリーとか更新すると思うので、ぜひそれも見てください。ありがとうございました。バイバーイ。また明日。おやすみなさい。バイバイ。